時計ファン、世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はゾディアックムーンフェーズトリプルカレンダー。1960年代頃、自動巻きムーンフェーズの中でも人気の高いモデルです。トリプルカレンダーにムーンフェーズを組み込んだ複雑時計です。漆黒のブラックミラーダイヤルにムーンフェーズがよく映えています。赤いポインターデイトも良い雰囲気です。インデックスとカレンダーのバランスがとても良く、デザイン性にも優れた仕上がりです。2本目はゾディアックムーンフェーズトリプルカレンダー。金張りケース。1960年代、ゴールド色のケースとエナメルコーティングされたブラックダイヤルのコントラストが大変良い雰囲気です。ムーブメントは耐震装置付きの自動巻きムーブメントを搭載しています。操作はケースサイドに各カレンダーの早送りボタンがあります。2時1は月、4時1は日付、8時1はムーンフェーズ、10時1は曜日です。3本目はゾディアックムーンフェーズトリプルカレンダー。金張りケース。1960年代、自動巻き漆黒のブラックミラーダイヤルにムーンフェーズが絶妙です。赤いポインターデイトも良い雰囲気です。バランスがとても良く、デザイン性にも優れた仕上がりです。ムーンフェーズウォッチを語る上では外せない上品で存在感のあるモデルです。ケースサイズは縦約 43mm、 幅約 34mm、 厚さ約 12mm、 ラグ幅約 18mm です。4本目はゾディアックムーンフェーズトリプルカレンダー。1960年代、自動巻き白文字盤を採用した珍しいゾディアックのトリプルカレンダームーンフェーズです。ムーンフェーズの代名詞ともいえるモデルです。すっきりとした白文字盤にムーンフェーズと赤いポインターがよく映えています。全体的な仕上がりはとても丁寧で、しっかりとした手応えを感じるお品です。ケースサイズは幅約 34mm、 リューズ含まずです。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお届けしました。